こんにちは、トコチャンネルです。今日は、ダイソーにまたまた行ってきて、2連チャン、2日連チャンで行ってきたのと、あと、ちょろっと届いた通販の購入品紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。まずね、ダイソー。よいしょ。トリピ2つ。薄い方のね、20枚の。これ買ってきました。ちょっとね、作りたいものがあって、てかもあるんですけど、行ったついでにね、なんつうの、売ってる時と売ってない時があるんで、見かけたからちょっと買っとこうと思って。それからこっちね、これハムちゃんのケージに、前入れてたのをね、捨てちゃったんですよ、もういらねえと思って。でもね、ハムちゃん買いの人の動画見てると、YouTube 見てると、やっぱ入れといた方がいいらしいんですよ。その、部屋の温度と、ケージの中の温度と違うことがあるらしくて。で、二つあるんでね、二つケージ。で、二つ買ってきました。捨てなきゃよかった、みたいなね。それから、今更なんですけど、クリスマスのワックスペーパー。今更っていうかね、ずっと見かけてなかったの。今日行ったら置いてあったから、買ってこようと思って、ちょうどね、まだね、蛇腹をね、作ろうと思ってる。蛇腹ってか、お付けファイルにね、蛇腹をつけようと思ってるんですけど、普通のペーパーでやろうかなーって思ってたんですが、ワックスペーパー使おうって思ってね、売ってたから。これ使おうって思って。で、買ってきました。それからね、でも開けちゃってるんですけど、クッキングシート。一応ね、前持ってるのが、ダイソーはダイソーさんですけど、こっち。この絵柄。ベイキングペーパーって書いてあるけど、これね、今日この柄売ってたから一緒かと思って見たら、このサイズ、30センチの5メーターで売ってたの、この柄のが。で、何が違うんだろうと思ったら、こっちシリコン樹脂加工って書いてあって、こっちシリコン樹脂って書いてなかったのね、向こうで見たとき。あ、違う、シリコン、書いてあるか、シリコン加工耐油紙。あれ何が違ったんだっけ、あ、樹脂だ。樹脂が入ってる、入ってた。シリコン樹脂耐油加工紙。樹脂があるないんで、何が違うんだろうって。私、これ何使うかっていうと、ペットテープの、剥離紙ついてないやつの、要は何ぞ、OPP テープって言えばいいのか。どっちだろう、まあ、いや、OPP テープって言うのかな、の、剥離紙のついてないやつの剥離紙にしようと思って、買ってあるんですけど、何が違うんだろうと思って買ってきて、さっきね、試したんだけど、変わらない。一緒だった。ただ気づいたのがね、ちなみに触るとちょっとこっちの方が分厚くまでないけど、かすかにこっちの方が厚いような気がする。こっちの方がね、赤いこっちの絵の方が。こっちはちょっと薄い気がする。で、気づいたのが前ね、こっち側に貼ったの、この巻いてある外側に。こっちだとね、ピーってめくれてくるんだけど、こっちの方だとね、ちゃんと剥離できるんだけど、くっついてくれてるから、中に貼った方がいいのかなってちょっと思った。理由はわからない。で、あとは、デコレーションボールをまたちょいちょいちょいと、この前ね、白、黒、茶だっけ買ったんだけど、あ、これこっちね。こっちのね、パステルカラーと、あと、このオーロラパステル、このチクチクがついてるやつ、これもまた買ってきます。あんまりね、今回いっぱい買ってないの。それからまたね、ひな壇になってるフィギュアのケース。これ、ね、今ね、ミッフィーちゃん1個と、目の前にある、クキモンスターエルモちゃんと、ケアベアちゃんの、ちゃんのっていうか、ちゃんを入れるところがなかったから、入れようと思って、買ってきました。もう、ざっつくパラパラ出すけど、と、ハートマシュマロのイチゴ味だったから、お、珍しいと思って、買ってみました。それからまたクリスマスの売り場に、マステがね、新しいの入ってて、いろんなね、柄あったんだけど、私もこのチェックっぽい柄だけでいいやと思って、これ2本買ってきました。そう、これのね、両面テープじゃなくて、マステで囲えないかなって、またちょっとワックス剥がしながらね、つけてみようって。あるいは、この、なんだっけ、マステに両面テープをくっつけてね、接着力アップさせてね。やろうかなって思ってます。あとはね、もう中身入れちゃったんですけど、このビーズケース。これね、もう捨てちゃったんだけど、すごい少量、このぐらいに入るぐらいの量ずつが、
6個ついてる。100円で、セリアかダイソーで買ったやつが何種類かあって、とりあえず、30何個だったかな ?3、4個入れるとこがあったらよかったから、これを3つ、10個入りの3つと、まあ、入れちゃったんですけどね。あとね、あ、これも買ったんだ。あと、これ、グリッター、ラメスターってやつ、なんだっけ、ネイルのとこ置いてた。このシェーカーに使えるかなと、ちっちゃいシェーカーね、かなと思って、買ってきました。それから、あとね、ちょっと見せて、もう閉まっちゃったからごめんね、先に閉まっちゃったの。あと、前回のダイソンの時の収納って言って買ったやつのを何個かまた追加して買ってきて、で、それに詰めたのを、購入したのを、アリエクスプレスで買ったものを詰めちゃったんでね。これは前買ったビーズなんでケースだけなんですけど、これ中身を買ったんです。アリで。星型のちっちゃいスパンコルね。これは、これは星型で、ここが3つハートのちっちゃいスパンコル。ちょっと音がする。で、これをね、ちょっとこの入れ物にちょうどよかったから、これ1個今日追加して買ってきたんで、これ前買ったやつに、ね、昨日の夜入れてね、バーって床にこぼして、うえーって言いながらね、泣きそうになりながら拾ってたら、なんと、コンビニのこのスプーン、くっつかずにすくえたの。手でやったら手にバーってついて、うえーとか言いながらやってたんだけど、これいいよ。だからスプーンもこれですくったら、静電気こうやって起きてるんだけどさ、これもこうやって起きてるでしょ。これがさ、すくうとそんな、ちゃんと取れたのよ。なんでこれちょっと置いとこうと思って。アリちゃんはその、アリちゃんはこれだね。で、あと、ベースで買ったもの。もうちょっと雑っと乗っちゃったから。これちょっともうだけとくね。だけとくね。どけとくね。だけとくねってどこの言葉？あ、カメラよろしいか？まあ、いいや。あ、これもちょっとどけとくね。邪魔になるから。あーれー。あーれー。なんかゴミがついてるし。うん、で、まず、レースじゃない。ペイ ID になってるね。OPP テープ。女性の。これね、私がさっき言った、これね。貼り付けて、切って、もう次、剥がせるとこ見つけるのめんどくさかったら、このまま貼っときゃいいじゃんと思って貼っといたの。で、これ買ったら、これね、これをね、買ったら、で、これをおまけにもらいました。で、これをね、ビーって伸ばしてするのに剥離しかないから、大変だなと、厚みもあるし、だからね、一通りね、切り出してみたの。こういう風に。これね、さっき言ったこれと、こっちと両方使ってるんだけど、どっちも同じようにこっち出るから。で、この人ね、スカートちゃんと裾まであったんだけど、これ、取るときに、ピッて切ろうとしたら、剥が、なっちゃう。破いちゃった。でも、まあ、一応ね、どういう絵があるかだけね。見せときます。こんな感じ。ちょっとこの人の顔怖い。ちょっとこのね、なんていうの、チークじゃなくて、普通ならさ、なんだっけ、涙袋塗るところにめっちゃ赤く塗ってあるやんと思ってさ、頬、うん、じゃなくて、下まぶただぞと思いながら見てたんだけどさ、ちょっとこれは怖いけど、あとね、それっぽくなってても、まあ、一応頬が絡んでる感じに見えたから、元は可愛い。ちょっとこの人怖い。って言って、まあ、こんな感じでね。あ、これ映ってないじゃん。よいしょ。あ、もっとこれ下げなきゃ見えないんだね。よいしょ。よいしょって書いてある。はい、この6名様。6名様って言い方合ってるかどうかわかんないけど。があります。この子の顔可愛いよね。なんでね、こうやって切ってお酒入れてもいいかなってちょっと思ったりもしてね。ね、欲しい人いるかもしれないからね。たまにね、これ売ってる人いるよね。あ、それだけでね、これも一旦、届けますね。広げて。いやいやね。こういうのさ、まあ、高いっちゃ高いんだけどね、このテープ一本買うとね。それから、同じく、これは、どっちだっけ？ミンネだったかな？あ、ミンネだ。そうだ。これちょっと外そう。なんか書いてあるから。よいしょー。インスタ、ツイッターなどで紹介してくださると嬉しいです。YouTube じゃダメ？いや、私、ツイッターね、アカウントはあるんだけど、正直つぶやかないんだよね。
つぶやかない、うん、ほぼあのツイッターってさ、自分がフォローしてる人のって言っても呪術廻戦公式とかね、そういうのなんだけど、だけなんだよ。これメモ、オリオンカフェなんで、くまちゃんのね、可愛いペーパーがあったから買ったの。可愛くない？可愛くない？すごく。なんか眉毛がさ、あ、お茶目とか思いながら、ちょっと待って、これ開けやんと見えやんな。一種類じゃなかったような気がする。買ってからね、すぐ届かんもんでね、あの、届くわけじゃなくて、いろいろ買っとるもんでね、自分で覚えてないのよ。ちょっと別に、あの、オリオンカフェさんが悪いわけじゃなくてね。私が覚えてないからね。え、待って。ここと、ここと、あ、4種類。ちょっと待って、よいしょ、よいしょ。たぶん5枚ずつかな。ちょっとずつ見せとくね。あの、たぶん、もう、この柄になってるのはこれ1個だけで、あとはこれのね、連続。横向きの、あ、ちょっと、横向きのクマちゃん。で、縦柄のね、クマちゃん。縦柄じゃない、なんて言えばいいの？あの、こう、A4 のね、長い方が上になる子ね。で、これがあちゃこちゃ向いてる、クマちゃん。なんでも言うけど、別にクマフェチじゃないから。ただ単に可愛いの買ってたら、たんまクマが上だけど。っていうかさ、作家の方ってクマ多くない？可愛い作家さん。もう一個クマ欲しい作家さんのがあるんやけどさ、再販せんかなって待っとんやけど、なんか話による次の再販で、もうラストですって言っとんやけど、前回さ、再入荷通知したってんけど、通知が来たと思って見に行ったら売り切れてたん。え、どういうこと？とか思って、めっちゃ人気らしいんだね。で、これ多分ね、くれたんちゃうかな？サービスだよみたいな。めっちゃ可愛い。こんな感じ。バレンタイン使える？ちょっと平袋作れる？はい、ということでね、こっちは上ね。これはね、買ったセット、このクマちゃんセット、クマちゃんで、クマちゃんセットね。で、これはこれで終わりやろ。片付けでやんとか、購入紹介してると片付けやんと思うんです、私。片付けなんかもんで。あとね、これが見に来たね、ベースの方で、誰じゃったかな？忘れた。またね、メモとシール。メモね、もう裏見せとこだけにするね。こういうね、二つの柄がね、うさちゃんとくまちゃん。ね、かわいいと思ったでしょ、うさちゃんも買う。で、あと、ちょっと怖い顔のくまちゃんのテーブルバージョン。で、ハート持っとるかわいい猫ちゃん。見てないな。私は見えやんとこに舞うと思う。めっちゃ光っとる。もう、ごめんして。これがさ、違うな。こっちは、あ、上のライトや。上のライトや。あっちゃこっちゃライト。大変やな。これ、前買った猫ちゃんも追加で。これは買ってない。あ、こう置いたら見えやな。あー、なだれてます。上に重ねてこう。猫ちゃんと猫ちゃん。で、女の子が刺繍しとるし、うん。で、これ、レースの、4分の1。あと、ハートのレース。で、これがまたサービスでいただけます。ぐらいかな。なんか今めっちゃ部屋がね、最高に散らかっとる。最悪って言ってもいいぐらい。あとね、あの、別に購入しようかじゃないけど、ね、ドアホンの iPhone じゃなくて iPhone ね。玄関ピンポンのコードレスのやつね、買った。なんでかっていうとね、もう、私、立ってから出てくるまで、足痛いもんで、のんびり立っていくもんで、なんていう、せっかちな人は、ピンポンピンポンピンポンって鳴らしてくるもんで、そんだけ鳴らされると、私もイラッとするんですよ。怒るなと思いながらね、ちょっとイラッとするもんで。いや、それやったらインターホンでさ、普通にピンポーンで、はいって出れたらさ、待っててくださいって言ったら待ってもらえるやん。で、場合によってはさ、郵便屋さんとか、やっぱ忙しいやん、配達で。で、ちなみになんていうの、なんだかな。クリックポストとかの A4 サイズぐらいのになると、うちさ、弦がポストに入らないの、なぜか。悲しいことに。ちっちゃいもんで。で、ドアについてるポストも、A4 の幅だと通らんのかな？まあ、
個人的には自転車のここに置いといてと思うけど、やっぱなくなるのはあかんもんで、その家用のポストか扉のポストに入らんかったら持って帰るっていうもんで、でも、ね、もうしゃあないなと思って受け取りに行かなあかんやけど、忙しい人やと本当にピンポン鳴らして出てかんとどっか行こうとするから。で、慌てて、はーいって言うんやけど、玄関。そうすると、あーとか言って、向こうも私も大変や。だってね、ピンポンなったら、はいって出れて、あーお待ちくださいって出てきゃ、向こうも来てもらえると思って、ゆったり待ってるし、まあ、急いどんでゆったり待つかどうかわからんけど、私もまあ、ゆっくりでできるということでね、まだその、外用のね、あのカメラまで全然設置してないんやけど、とりあえず電池入れて、設定して今、その、おやきっていうのが、この家の中で、カメラが古希らしいね。解説によると。で、その古希をまだあの設置してないもんで、多分明日、18日にその古希の角度をね、変えれるっていう、その、さらにこう、外につける角度をつけれるっていうのがあるもんで、それを買ったもんで、それは多分扉の正面に、扉につけるんやったらね、このまますぐでもいいんやけど、扉の横につけようと思うもんで、多分扉の前に立つで、ちょっと家具とつけなあかんと思うもんで、それを買いました。買いましたって届きます。なんで明日ね、それ届いてから、外に設置しに行こうかなーと思って。で、前のピンポンだけのボタンは隠す。押さないでって言って隠して、ここを押してっていうのも紙に書いて、おりゃおりゃって。あ、そうか、ラミネート加工して、上から貼って、したらいいよ。こっちを押しての矢印つけてね。そうしよう。何をくだらんことすること。いや、それも一応ね、購入品やで。はい。ということでね、以上で、購入品紹介終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。